日本の手相、インドの手相本の家手相は、手のひらに現れる線や脂質器をはじめとする手の形態に着目して、その人の性格や才能脂質、健康状態、運勢の良費を判断する占い。またうに意味付けを行うことで体系付けられたものの、うち、手に関する層を扱う言説。手相は古代インドが、源流の古い占いである。仏教と共に、 手相占いがインドから中国に伝わり東洋の疫学を取り入れて発達したものが日本に伝わった。西洋手相術、東洋手相術、核流派がある。また、古代インドから中東アジアやヨーロッパにも伝わったが、手相や他の占いがカトリックの教えに反するという理由で弾圧を受けたため、ヨーロッパに普及したのは19世紀頃の近代になってからである。手相は、 手のひらに刻まれたシワに現れる線や各部の脂質器の具合等を観察し、ある形質が認められれば、それがその人の性格等に関する情報を示していると解釈するものである。科学的な合理性を備えるものではないが、しばしば何らかの助言を求めたいと考えている、迷える人々に示唆を与えたり、あるいは何らかの着想のもとになったりもしている。手は人体の器官のうちでも、 その人のありさまを示す象徴的なものとして扱われることも多く、例えば、イワンの馬鹿で、イワンの妹が手から相手の人物像を読み取ったように、手の様相からその人の人となりに関する情報が得られると考えるものは多い。これをさらに推し進めて着目する形質とその意味付けを体系化したのが手相術である。ただし手に見られる個々の形質に対して、 その解釈、意味付けが、どのような経緯で得られたものかについて論じた文献は、見られず、実際に、手相と当人の気象、運勢の観察によるものか、神秘主義的な価値観に基づくものかはあまり区別、されていない。手相を構成する要素の多くは数日というような、短期間で変化するものではなく、また、焦線の現れ方をその人の生涯での、 状況変化に対応させて解釈するものがあるため、手相を使った占いは、数年、数十年といった長期的時間単位の視点に立つものが多い。その結果、占いの内容には人生に関わる事柄や、その人の生まれ持った気質への言及が多い。逆に手相に関して、例えば、今日の運勢のような短期的視野に立つものは、ほとんど見られない。韓国などで、 手相整形外科手術を行う、美容外科があるが、手相整形をして、運勢を変えることは自然な手の動きで作られた手相で、ないので運勢が良くならないとする占い師がいる。手相で着目する形質には次のようなものがある。十木星球差、土星球 AP、太陽球目、水星球馬、第一火星球 PL オブ馬、火星平原馬、第二火星球 VE、金星球 NE、 地球、ルー、月球手相術で着目する形質や、その解釈、意味付けは、流派や書籍、文献ごとに異なることもあり、必ずしも一定していない。手相に関する書籍は数多く出版されている。言及している事項の高やその内容の深さは、様々であるが、平易なものでは注目する手の特徴を個別に取り上げ、それぞれ図示して、 当てはめやすいよう直接的な解釈を述べているものもある。これを用いれば特殊な才能を持たない一般人にも比較的容易に感想を行うことができるため大衆にも親しまれている。手相は専門的にはそれらでのシワや膨らみ具合など複数の特徴から総合的に結論付ける部分もあるため全体的に見るには総合的な知識を必要とする。 その場合においては、手のひらと手の甲、指の具合、主要とみなされる線の全体的な印象から入って、さらにその細部を観察することで行われる。いわゆる、辻手相占いのように専門化され、サービス業態として成立する分野でも、手相を占いの手段とする者も,もいる。これらでは、占いの手法としてなのか、それとも一種の理知的な人生相談の会話の、 糸口に手相を口実としているのかは一概には言えないが、繁華街でもしばしば店を出す、流しの手相味が見られる。1900年以前のフランス手相鑑定手相鑑定インドの手相本に描かれた足のがここでは、手相術で取り上げられている商船の分類と、その会社クレーを紹介する。ただし外説でも述べた通り、分類、解釈ともに本解説が唯一ではなく、 移説も存在することに注意が必要である。努力家に現れるそう。生命線から発する形の線で発展すると運命線となる。この線は随時成長していく線。努力の時期を運命線の留年で見る説、生命線との交点を生命線の留年で見る説がある。ありがとうございます。